県内で新型コロナウイルスの感感染染が拡大ししていることをを受け、け湯崎知事は感染対策の徹底を呼び掛けました。新型コロナウイルスの感染者数は今月21日までの1週間で1医療機関当たり11.42人です。 去年11月以降、10週連続で増えており、インフルエンザの感染者数を上回っています。また、入院患者は486人で、前の週のおよそ1.3倍となっています。湯崎知事は、感染がさらに拡大すると、薬の不足が加速する恐れなどがあるとして、手洗いや換気など基本的な感染対策をするよう、県民に呼びかけました。